ニューイングランドの暗黒日とはアメリカ合衆国のニューイングランド地方で昼間の空が普段になく暗くなっているのが観測された1780年5月19日を言う。このような現象が起こった主要な原因は森林火災による煙や濃い霧、それに雲量が複合したものだと考えられている。この暗闇は非常に顕著なものだったために アヒルであるのにもかかわらずろうそくが必要になった。この暗闇は次の夜半まで収まることはなかった。ハーバード大学の教授であるサミュエル・ウィリアムズによれば、この暗闇が観測された北限は少なくともメイン州ポートランドよりは北にあり、南ではニュージャージー州までで観測された。暗闇はペンシルベニア州では観測されなかった。アメリカ独立戦争の兵士でもあった。 ジョゼフ・プラム・マーティンは以下のように述べている。私たちは暗黒日が発生した時、ここにいたがニュージャージー州で観測された暗闇はニューイングランドで観測された。それよりは生産なものではなかったと言われている。私はニューイングランドでの暗闇がいかに生産なものであったか知らないが、私が当時いたニュージャージー州でも相当空が暗くなったことは知っている。 あまりにも暗すぎたので、鳥たちは自分の巣に帰ってしまい、料理人たちはホイップアーウィル・ヨタカたちと一緒に普段通りのセレナーデを歌った。人々は普段通りの仕事をするために自分の家をろうそくで照らさなければならなかった。昼と同じように夜の暗さも蒸気を一したものだった。ルパート・ケンブリッジ・ウェストボロー・ハーバード大学。 バーンスタブル・イプスウィッチ暗闇についての報告があった場所。座標はジオロケーター日本語版より。この暗闇の最初の報告はバーモント州のルパートからのもので日の出の時にはすでに太陽の形が不明瞭であったという。教授のサミュエル・ウィリアムズはマサチューセッツ州ケンブリッジから暗闇を観測した。それによれば波外れた暗闇は10時から11時までの間に 始まり、次の夜の半ばまで続いたという。マサチューセッツ州ウェストボローの牧師エベニーザー、パークハムは、暗闇のピークは正午までに来たと報告した。しかし、暗闇がいつ始まったかについては報告されていない。ハーバード大学では、暗闇は10時30分に始まり、12時45分にピークを迎え、13時10分までには軽減されたが、その日は、終日、 重い曇り空が続いたと記録されている。暗闇はマサチューセッツ州バーンスタブルでは14時までに始まり17時半にピークを迎えたと報告されている。14時にはマサチューセッツ州イップスウィッチでもあたかも夜になったかのようにおんどりが鳴き、山しぎがさえずり、カエルがピヨピヨと鳴いた。強いススのような匂いが大気中に立ち込めた上に、 雨水が焼けた葉の破片や灰で覆われ、薄いフィルムを被ったように見えるようになったという報告もある。ほぼ同時刻の報告でも、ニューハンプシャー州の一部で、葉や燃え殻が降り積もり、その深さは15センチメートルほどになったとされている。暗黒日の直前の数日間、ニューイングランドからは太陽が赤く見え、空は黄色く見えていた。 暗闇になっていた間、梅園が川の水や雨水の中に集まっているところが観測され、煙の存在を疑わせた。そして、本当の夜が来ると、人々は月が赤く輝いているのを観測した。ニューイングランドの一部では、1780年5月19日の朝、雨が降っていたことが、暗黒日の空が雲に覆われていたことの裏付けとなっている。 当時はまだ原始的な通信技術しかなかったため、ほとんどの人々は暗闇に当惑し、不思議な感情を覚えた。そのために、この暗闇について、多くの宗教的な説明がなされた。コネチカット州では、植民地議会の議員であるアブラハム・ダベン・ポートが、最後の審判の日に関する同僚の恐れに対して、以下のような返答をしたことで、最も有名になった。私は、 延期に反対する。最後の審判の日は、近づいているか、近づいていないかのどちらかだ。もし近づいていないのであれば、延期する理由はない。もし近づいているのであれば、私は自分の義務を果たしていると見られることを選ぶ。それゆえに、私はろうそくが持って来られることを望む。ダベンポートの勇気は、ジョン・グリーンリーフ・ホイッティアによるし、アブラハム・ダベンポートの中で記念された。 エドウィン・マーカムも自身が詩集天国の門などについての歌に掲載した審判の時間の中でこれを記念した。セブンス・デイ・アドベンチスト教会のアーサー・エース・マックスウェルは自身の著書聖書物語シリーズの第10巻でこの出来事について取り上げた。ただ、同教会の先進的再臨待望運動家の学者たちはこの出来事を イエス・キリストの再臨が近づいている証拠とは解釈しなかった。ただ、キリスト教徒、とりわけこの出来事を聖書の終末に描かれた終末の体現であるとした、エレン・グールド・ホワイトの書き物に高い敬意を払っている、同教会の保守的再臨待望運動家たちの中には、現在でも暗黒日を新約聖書の予言が実現した日の一つであったとみなしている者がいる。 森林火災の痕跡が残る気暗黒火の原因は、おそらく広範囲にわたる森林火災で発生した煙であるだろうと考えられており、暗黒火と同時期にそれがあったという証拠がある。火が木を襲っても木が枯れずに、その後も成長を続けた場合、年輪には傷跡が残る。これにより、過去の火災が発生した大まかな時期を特定することが可能になっている。 今日では、カナダ・オンタリオ州のアルゴンキン州立公園の領域にある森林で、研究者たちが年輪と傷跡を調査したところ、1780年に火災があり、これが暗黒日の発生につながったという証拠が発見された。5月19日ニュージャージー州、マタイによる福音書24時29分。しかし、その時に起こる観難の後、たちまち日は暗くなり、 月はその光を放つことをやめ、星は空から落ち、天体は揺り動かされるであろう。ありがとうございます。